先生こんにちは。はい、こんにちは。自民党公認、公明党推薦の兵庫県議会議員候補、永瀬健志です。よろしくお願いいたします。永瀬健志先生ってどんな人、はい、お人柄をちょっといろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、いくつかの質問をしていきたいと思います。なるべく短めに答えてください。わかりました。お願いいたします。永瀬さんが一番大切にしているものは何ですか？そうですね、私が大切にしていることは情熱です。情熱、はい、政治に対する情熱を絶対に失ってはいけない、そう思ってます。まあ、情熱の人っていう感じやもんねすごくパッションを感じます、はい。ちょっと言い方変えますね。宝物は何ですか？宝物ね、やっぱりこれは子供ですね。はい、子供、ご自身のお子さんということですか？そうですね、長男が今6歳、次男が4歳、三男が2歳、全員男の子なんですけども、この子たちはやっぱ宝物ですね。はい、じゃあそのお子さんのためにもですね、この町、兵庫県とかこの神戸の町が明るく元気な町になってほしいなって永瀬さんは思われてるわけですね。思います。ぜひとも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、応援してます。ありがとうございます。